大量入り口駅は、大韓民国ソウル特別市屋市玄区港、両一道にある、ソウル交通公社の駅。6号線ホーム7号線ホーム6号線、7号線ともに、相対式ホーム2面2線を有する地下駅で、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。6号線から7号線に乗り換える場合は、6号線ホームの、東端にある、連絡階段を、 7号線から6号線に乗り換える場合は7号線ホームの南端にある連絡階段を経由する必要がある。ただし、直接6号線ホームと7号線ホームを結ぶエレベーターは設置されていないため、エレベーターを使用して乗り換える場合は、改札階域エレベーターに乗り、改札外連絡をすることになる。6号線の改札外は地下1階、7号線の改札外は地下3階である。 改札口は各線に1カ所ずつ設置されており、化粧室は地下1階と地下3階の改札外に1カ所ずつ設置されている。出入口は1番から7番までの合計7カ所ある。案内状の乗り場番号は各線ともに設定されていない。近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。 6号線の2000年利用人員は8月7日から12月31日までの147日間の平均利用人員である。ありがとうございます。